こんにちは、デモです。パープルアプリやっていきます。今回は海道学園高校でキャプテン重野大吾ですね、使いに行きましょう。社長しどるみ、佐伯、立橋、重野、そしてアミキリと。で、海道学園で、まあ、大吾を使おうかなというところと、あとは他の高校でね、アンドロメダとか試したんですけど、なかなかこう噛み合いが難しいなっていうところでここに戻ってきました。で、海道学園に関してはピッチャーの方はかなり可能性あるなと、まあ、そのもちろん一番強いと今されている環境高校の十文字東とか、あとは、まあ、野手の方であれば北斗高校とかにはもちろんその金局の数とかももう違うのでちょっと難しいとは思うんですけど、それでもね結構いろんな方におすすめできるくらいの結果が出せるんじゃないのかな、まあ出せていると思っています。まあこの実況自体が後付けなので、そのあたりもね、皆さんにフォローさせていただきながら話できればいいかなというふうに思います。で、ダイオに関してはやっぱ取っておくべきキャラクターかなというふうには思います。まあどこで輝くんですかっていう質問をされると、まあ今のところどこかの環境に刺さっているわけではないんですけど、やっぱり精神的支柱がちゃんと確定でもらえるっていうところ、そして補給の上限もくれるっていうところで、相棒キャラクターがね輝きそうな高校では相当強いんじゃないのかなというふうに思います。で、海道学園のね立ち回り含めてしっかりとこの辺を皆さんに解説できればいいかなというふうに思います。で、海道学園に関しては9月の3週にこのブレイクスルーゲージがもらえるようになりますと同時に、3週練習ですね、同じ場所で3週連続で練習した時に、固有イベントを発生するという形になります。で、まあ、この固有イベントをまずこなしましょうっていうのが第一のところになると思います。で、プラス相棒キャラクターは速攻でオレンジにしておきたいというのがまず大事かなというふうに思います。で、この3種練習をなんで優先するかっていうのは、まあ、経験点がもらえるのもそうなんですけど、チームメイトの評価がね10上がるっていうのが非常に大事になります。で、この方法ではモブ、そして固有キャラのトシ君とか、あとは薬師島、そのあたりのキャラクターも一緒にタッグに参加できるので、まあ全員のキャラクターの評価をガーッと上げておくと、まあそこら中タッグができるようになるので、とにかくこの3回練習をガン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 踏んで全員の評価をピンクにしていくことが大事になってきます。これいくのかな、ブレイクスルー使わずきました。で、まあそれさえできれば本当にかなりの経験点をガシガシ稼いでいくことができます。まあ、ブレイクスルー練習も当然こう経験点を大きく伸ばす一つの手段ですし、あとはそのブレイクスルーは今まで休むコマンドを使うとなかなかこうゲージ自体を維持できないっていうのがあったんですけど、相棒キャラクターの進行イベントであればこのブレイクスルーゲージが大きく下がらないので、まあ、そういったところでもこの相棒の価値っていうのは海道学園では高いんじゃないのかなっていうふうには思います。まあ、その中でね、さらに重野に関しては有能相棒キャラクターということで非常に使いやすいキャラになっていると思います。怪我しに草行きましたね。じゃあ行きますね。これめちゃくちゃ攻めるじゃん。なので結構初心者とかね、中級者の方で、まあ、デッキがなかなか他の高校で組めないよって方におすすめしたい高校かなというふうに思います。もちろんね、こうなんかこう、まあ、いろんな噛み合い、まあ、いろんなデッキの噛み合いとかあるので一概にここがいいってことではないんですけど、しかもここの高校の夢島金属はねマジでもらえないので、まあ、なかなかこう一概には言えないんですけど、それでもまあまあ本当そこそこ、こう遊べる高校になったんじゃないのかなというふうには思います。広角打法、そして休むで一気に回復ですね。で、あとはこの3種練習は結構いろんな経験点、そして、能力の直上げですね、基礎能力の直上げが入ってきます。で、その基礎能力の直上げを後半の方は、101突破に使うこともできるので、そういった意味でもね経験点をよりもらう方向にすることもできますと。これ強いですね。で、今トシ君が評価がオレンジだったので行かなかったんですけど、まあ行ってれば4人タッグになってるっていう感じですね。手足は体力の回復がありがたすぎる、して打撃強すぎる。やっぱりその打撃は年末キャラクター、年末テーブルのキャラクターが多いので非常に強いなという感じがしますね。社長含めて。で、肩は100にしました。
あとしくんの、肩力アップ狙いですね。ただ社長に関してはやっぱ体力を削ってくることもあるので、そのあたりはなかなか難しいかなというふうにも思います。でここで肩101突破をタダでもらいました。まあ天才届けを使って天才センスなら結構な大強い、結構な人数を101突破できるかもしれないですけど、でまあ3人ぐらいのタックが寄れば普通にブレイクスルー練習めちゃくちゃ強いので、まあそういったところで使っていくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。なので序盤はとにかく、全員の評価を上げる、まあ相棒をさっさと、絆イベント達成させておく、それからねこの3人4人の大きいブレイクスルー練習をガンガン踏んでいくということをすれば、本当に経験点ベース的には他の、まあ、環境高校とされる高校並み、もしくはそれ以上に点数自体は出せます。まあ、とにかく金徳の数ですよね。まあ、そこが本当にカイドウはもう1個でも増えてれば、まあ、全然違ったんじゃないのかなというふうに思います。であとは清水タイガをねデッキに編成するとアーティストのコツはもらえたりはするんですけど、まあ、なかなかこうあの旧テーブルのタイガを使おうってことにはならないので。まあ、そのあたりが難しいところかなというふうに思います。強さカベレージヒッター、おおいいですね、タック重なりますね。なんか僕自身もこんなにこうカイドウって、まあ、できるんだっていうのは思ってなくて、こうやっぱり新しい強化高校とかが来たら、まあ一回ね、こう、なんでしょう、固定概念を取っ払ってね、遊んでみたりするんですけど、まあ普通に強かったなという感じがします。うん、パワーヒッター。コツモンはこの並びだと強いなって感じがしますね。やっぱそう思うと年末からキャラクターって優遇されてますよ。7431点出てます。でここも3回練習が仕掛けられますね。とにかくこの3回練習をガン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 仕掛けていくのが大事になります。で固有キャラクターは、まあ、草野とかトシ君とか、まあ、薬師とかパッパッと行くんですけど、やっぱそのモブがねなかなか行かないので、まあ、そこが難しいところかなというふうには思います。でそういう意味ではこの縦足のいいやつを入れておければ全員の評価がねサクッと上がるので、まあ、大事かなというふうに思います。であと縦足に関してはやっぱ敏捷点を入れるっていう意味でも非常に大きい役割を果たします。いるいないで全然違うので、まあ、本当にこう使いやすいキャラだなというふうに思います。なんかこうデッキに安定感をもたらしてくれる感じのキャラかなというふうに思います。さあということで、問題の合宿に入りました。精神に犬コーチと練習しましょう。おねむの時間か、懐かしい。ほんと原作ファン涙ちょちょぎれるわ。で特訓も1回入りました。これタック強いですね。やっぱシドレミとあとは縦橋、アマネ、まあ、そのあたりを入れるとめちゃくちゃ寄ってきますねっていう感じがします。やっぱ固有で得意レシーキャップもついているキャラなので、まあ、非常に強いなっていう感じがしますね。アミティ以外はね、アンキーも 30% あるからね、結構。ここは、メンタルですかね。まあ別に、打撃いきましたね。ただ、ここの方法のね、金徳がこの特訓をね、3回夢島にしなきゃいけないってのが起きなかったので、まあ残念ながら金徳は1個かけました。この辺が難しいなと思いますね。ここの超ランダム要素が、まあ、なかなか例えば千丸でやった時とかに乗り越えられないので、まあ、そこがこう育成の安定感としてはねちょっと難しいところかなというふうには思いますね。で出番はありませんでした。ただ勝てました。でシドレミが2回目です。うん、タックするのかな、まあ、ダブルタックではあるかっていう時にこういう進行イベントを使うと、まあ、軽くストイックゲージが下がるだけなので、まあ、延命ができます。そしてこの
臨床めちゃくちゃ強いと思う。で、あとは、関連のキャラクターもアミティとかダテアシとかがそうなんですけど、の得意練習2個目ですね。これ何つけるかが結構大事かなというふうに思います。一応僕は、アミティに走塁をつける感じで動いてました。なので、ここは3人タックになってますね。ほぼカンスト級。でも、思想みたいな感じでやってたんで、盗塁アシストが取ってないです。ただ、ここで、しっかりと臨床めちゃくちゃ入れた上に開眼しましたと。うん、まあまあいい感じですよね。センスなしでこんだけいってるんであれば全然いい感じかなと思います。あとはモブもね、こういろんなキャラクターがアタックできるようになってきているので、それも大きいなという感じです。でこれ今メンタルのやつとか1年生とかかなが全然評価いってない感じですね。で、再起の回復もうまいタイミングで入りました。ありがとう。1年生が、そうか、それもなんか気にした方がいいのかな。ちょっとなんかそこまで気にしても大変かなと思ってはいるので、11,322点ですね。めちゃくちゃ出てる。まあ、どこでもいいんですよね、この辺は。もう3回練習終わっているので、とにかくゲージを貯めて、ブレイクスルー打ち続けるっていうのが大事だと思うので、まあ、その辺を、まあ、終盤の方は目指していけば特に問題ないんじゃないかなというふうに思います。このダブルさんも悪くないけど、ただまあやっぱ3人以上で打ちたいなっていうのはありますね。こんだけタック来るんで、人が集まってるんで、うん、ダブルタック。あとはこういうキャラでない場合は結構タック倍率が悪いので、まあ、その辺も難しいところはあるなという感じはします。うん、めちゃくちゃ強い。ほぼ完走です。うん。まあ、固有のキャラクター、まあ、連れてきてるイベキャラが、まあ、2人くらい絡めば、あとモブでも相当強いタックになります。ちょっとモブのタック倍率、タック経験点倍率がどれくらいかはわかんないんですが、まあ、そんなに悪い感じではないので、まあ、20%、30% とかではないとは思うので、技術は完走してます。いや、こんな完走練習を結構頻繁に引くことができると思うので、まあ、強いなというふうに思いますね。経験点だけ見れば。で、今は制度的にもね、海岸とかがあるので、まあ、そういったところで金徳を増やしながら戦っていく方向になるのかなというふうには思います。31万両とかがちょうどだけど、再起がくれるからね、こっち。いきましょう。強い。チャンスメーカー。このケースバッティングのイベントとかも本当懐かしいですよね。そんなんやってたなみたいな。ゴローとね、あとは、早乙女さんがね、2人で、会場に行って、ね、試合見ながら、ね、これが1軍の試合よみたいな、すごい懐かしい。うわー強いな。普通にいいですよね。このトリプルタックで確かにめちゃくちゃ強いわけではないんですけど、そのトシ君とか絡んでるやつは、ね、ただそれでも十分いいタックだなというふうに思います。明鏡システム、高速レーザー、ナイアンダオ。まあ、敏将系ですが、ナイアンダオであればいいかなっていう感じですね。で、海岸2発目もここで仕掛けていく感じになりますね。内角質は当たりなんで、そのままいきます。強っ。なんかもう、これなら確かにいいなって感じはしますよね。走塁強。まあ、次もおそらくですが、ブレイクスルーは打撃とかに使いたいので、まあ、敏将系はね、まあでも B 賞もらった方がいいかな。迷ってますね。流し打ち取りました。強い。38%。まあ行くほどではないかって感じだけど。うん、メンタルいきました。結局まああれくらいのタックだったらブレイクする練習でいつでも取れるのでいらないっていう話です。体力回復ありがとう。うん、臨床か守備でしょうね。
まあ、技術とかいらないことを考えれば全然これは走塁 OK ですね。アミヒーナめちゃくちゃ寄ってくるよ、ね、うん、めっちゃ強い、やばい、ぶっ壊れたみたいになります、ね、いやー、こういうこと強いな。結局盆栽ですからね、こいつも。もう臨床完成してんのかな。あ、ほぼほぼって感じですね。961。うん、振るところがね本当になくなってきてるぐらいになるので、まあ、こんな感じで全然ありやなっていうところですよね。いやー、カイドウ生まれ変わったな本当に。まあそうですね、やっぱ金徳を増やしてほしかったかな。したら結構面白かったと思うんだよな。うん、で精神がまあ全然足りないなっていう感じになってます。で結局この辺のバランスもねなかなか難しいところなので、まあだから海岸に関してはそんなに急いでやる必要はないかなというふうには思います。まあやってしまうとこうなるんで。61。さあ行きましょう。勝てました。試合の方は全部カットしてあるのでサクサク進めてまいります。で、しどりみ走りました。で当然さすがにこんだけ上げてるんで成功してくれました。メンタル強い。うん、ここは打撃でいいんじゃないかな。ここそのオーバーフローゲージじゃないや、ブレイクスルーゲージに関しては確か仕様が変わっていなければメンタルってそんなにストイックゲージがたまらないんですよね。あの黄色のところに触れるまでは、黄色のところに触れたらめちゃくちゃたまるんですけど、まあ、それまではゲージのたまりが他の練習に比べて緩やかだったはずなので、まあ、今のは打撃に行った方が良かったかもしれません。ちょっと安牌取って体力保ちながらっていうところにしました。おお、すごい経験点、すごい経験点となりました。本当にいいですね、強いですね。でここでブレイクスルーをやれば伝説のさよなら男がね金徳として取得することができます。でブレイクスルーゲージもかなりいい感じで、まあ、調整が効いて入っているので、まあ、どこか好きなところでね強いタックルが入ったら打てそうだなという感じになっています。うん、いい感じですね。結構強いっすよ。もう特のを全取りとまでは言わないですけど、ほぼほぼさてこいつがいいものは取れてるような気はするんで行きましょう。はい、勝てました。阿久津がマウンドに立ってるとなんか海王って感じしますね。ダブルタックではあるが、ただトシ君とのダブルなんですよね。なんでここは多分普通に行くと思います。さすがにもうちょっと大きいやつを狙いたいなっていうところ で一応次もあの体力がねゼロでも練習ができるっていうのが一応メリットとしてあるので、まあ、そこ生かしていきましょうという感じですね。あと筋力はもう完璧にダダ余る感じですね。これ盆栽でいくらやっても余ってたんで、まあ、この構成に近い形をやるとまあ絶対これくらい余るんだろうなっていう感じはしてます。はい、勝てました。次行きましょう。で、最後の練習です。最後の練習は、まあ、正直微妙でしたね。全部まあ敏将に行くか精神に行くかって感じですけど、精神行きました。まだ補給の除去は終わってないですから。で伝説のさよなら男を獲得できました。であとは補給の上限をしっかりと突破するんだよね。さすがに行くよね、90万円。まあ、あとは気になってるのはやっぱりその筋力とかをどうやって入っていこうかなっていうところですね。まあでも100余るからね、これ何をどうやったっても4番丸50個ぐらい、50個じゃないか、4番丸5個ぐらい取ってようやくちょうどいい。
うん、まあ古先がもうほぼほぼないのでアウトロー9位とか出てます。はい、行きましょう。はい、勝てましたということで、しっかりと終われましたねと。うん、なんでダイゴもまあ使いようによっては今の環境カイドウなら1999、うわすごいつってすぐこうびっくりしました。僕もあ、こんな2万点とか出るんだっていう感じでした。はい、ということで能力の方を振って戻ってまいりますので少しお待ちくださいませ。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的には、5段10段15段っていう感じですね。15段の6上限まで行きました。はい、ということで盆栽でも PG1 くらいはできそうな勢いだなというところと、結構こう精神がなくて取り切れなかった特能があったりとか、まあデッキをねちょっと変えてもうちょっとだったら余裕で伸ばせそうだなっていうのが、まあ思ってもうすでに別の動画も撮り終えているので、次はね、ダイゴも考えつつこうガチ育成として皆さんにお出しする動画になると思うので、そちらも楽しみにしてください。次多分ダイゴ抜いていたとは思います。ちょっとねこうカイドウってガチ育成したらどうなるんだろうっていうのも撮ってあるので、ぜひそちらも、楽しみにしてください。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。